皆さんこんにちは。インスパイアの方です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですねちょっと偶然見つけたんですが、実はですねその内容自体ですねちょうど丸1年前のですね内容なんですけど、面白いネタを見つけましたので今日は紹介したいと思います。こちらになります。どうぞ。はい、橋本ゆのさんという方がですね、ツイッターに投稿した内容なんですけど、最近のネット検索、欲しい情報を手に入らなくなっている説を提唱したいということで、2000年代前半の頃はですね、調べると関連サイトが出てきて、件数は少ないけど、まあ、良質なサイトが多くヒットして、知りたい情報を入手できたと。当時は個人サイトが多く、ググればすぐに見つかったみたいなことが言っていました。まあね、よくね、ググるって言いますね。ググれかすっていうのがありますけど、とりあえず検索してみろっていうことでね、いうものがありますが、これがどうも最近変わってきたということで、その例がですね、もう具体的で非常にわかりやすいので、ちょっと紹介していきたいと思うんですが、ではちょっとね、見ていきたいと思いますけど、こんな感じになってるんですね。はい。まずですね、こっちの方がいいか。はい。これでご覧いただきたいと思うんですけど、よいしょ。はい。まずはですね、こちらですね。はい。別サイトのリンクや引用だけということで、まあ、ネイバーまとめのようなですね、まあ、キュレーションメディアですね。が乱立したことによってですね、まあそのいろんな引用をしてですね、その紹介してるんだけど、なかなかですね、それぞれ飛ばなきゃいけないということで、めんどくさいと、ちゃんと書いてくれてないということで、こういうものが上表されてると。まあこれは Yahoo なんかではネイバーと提携してる関係もあって、ネイバーまとめが多く出るし、まあ Google の方でもですね、ネイバーまとめは検索として結構強くて線上位に出てるわけですね。で、内容が薄すぎる記事で、もしくはですね、誤った情報が割とあったりとかして、あとネイバーまとめのね、欠点はですね、ページが、何ページも分かれていてですね、ちょっとで1ページ終わってしまって、まあ、アクセスが稼げるんかもしれないけど、なかなかですね、全部バッと見切ることができないということが、まあ、起きていますね。そして右側の方を見ますと、SNS の投稿、引用ばかり。これもね、確かに多いですね。まあ、なんか、世の中の、その、客観的な意見を一見書いてるように見えて、その、こういうことについてみんなはどう思ってるかっていうことで、その、Twitter とかですね、Instagram の投稿が埋め込んであってですね、でそれを含めてコンテンツというふうに言っている。まあ、これは僕がよく言っています、その今 SEO で上位表示するためにやる対策として言っていることがまさにね、みんながそういうふうに思っているということになるわけなんですけど、このようなことがありますね。で、その情報本当にいるんかっていうような情報がまあ出ていてですね、もしくは意図的に偏った意見だけに、まあ、できちゃうわけですね。なんか一般的な意見を取り上げているように見えて、その一部の意見の人だけをピックアップしてるとですね、なんかあたかもそうなんかなっていうふうに思ってしまいますから、その辺もね、問題じゃないかというのもありますし、もしくはね、そのツイッターの投稿とかインスタの投稿っていうのが、まあ、例えば鍵付きのアカウントに変えたとか、もしくはアカウントをね、消したりとかして、なくなっていいですね、表されないみたいな、感じの部分がないみたいなこともありますね。まあ、これ YouTube も同じですよね。YouTube の動画を埋め込んでいたら、その YouTube の投稿がなくなっていいですね。評されないみたいなこともよくありますね。まあ、こんなものも出るようになりましたし、はい、次、こちらです。はい、無駄なフリー素材ばかりで、なかなか本題に入らないと。まあ、わかりやすく説明しようとするために、まあ、なんか写真とかですね、イラストを使って紹介するのはいいんだけど、まあ、それがね、やたらとね、フリー素材なんかを使って、こんなことってありますよねみたいな感じでやっているので、なかなかこう縦スクロールがですね、長くてですね、本題に行かないということもあるんじゃないかなと思いますね。で、前置きが無駄に長い。確かにそうですね。まあ、その、サイトを作ってる側からしてみれば、
その前提からですね、詳しく分かりやすく書かないと、結局 SEO 的に上位表示しないから、だからその論理立ててね、書こうとしてるのは分からんではないんだけど、逆にもう早く結論を知りたい人にとっては、かったるいっていうかですね、そういう感じになってるんじゃないかなって思うんですよね。そして、まあよく分からん外国人のフリー素材がやたら出てくる。まあこれはどうでもいいんですけど、まあ傾向としてそういうのがあって、本題がね、なかなか下の方に行かないと出てこないっていうことがあると思いますね。これが左側に書いてますね。そして右側に書いてる方、これもですね、面白くて、信憑性の低い情報。何か、こう、いろいろ書いてるんだけど、ちゃんとソース元が明らかになってなくて、それ本当なの?みたいなことが、まあ、書かれたりですね。情報源が曖昧になっていたりとか、根拠が示されていなかったりとか、するものが、あってですね。そして最後ね、ずっとスクロールしていくと、最後にですね、今すぐ購入みたいな、結局購入に誘導するためのページだったのかみたいなのが最後に結論になってたりとか、もしくは最後ですね、いかがでしたかみたいな感じで終わっていて、なんか知らないけど、結論が出ないまま長く読まされてね、損したみたいな感じのものとかですね、業者の人を書いたものなのか、よくわからないけど、そういうものがね、たくさん出てくるっていうのも、これもね、なんかよくわかる気がします。まあなんかね、こういうような傾向って最近そうだなっていうふうに思っていて、で、皆さんからもですね、共感を集めているっていうことが出ていると思うんですね。必要な情報を的確に手に入れる検索スキルや、情報の信憑性を見抜く教養が必要な時代になっているんじゃないかというふうに書かれてるんですけど、まあこれね、多分いろんな要素がかかってきていると思うんですが、その今のその SEO 対策って言われているものに対して、みんながですね、対策を立てるとこうなっちゃうんですよね。だから そのことによって逆にこう質が下がっている、検索結果の質が下がっているというか、まあ、本当はね、自分のところで全部記事を書けばいいんだけど、でもその Google の評価がですね、こういうふうになっているので、 Google のそのアルゴリズム、まあもしくは検索のあり方っていうものが、もしかしたら問われている時代になったのかもしれないです。あともう一つはですね、大きいなと思っているのは、スマートフォンの普及っていうのによって、スマホで見る人の方が今多くなりましたよね。なので、スマートフォンで見ようとしているんだけど、でもおそらくこの、記事を書いている人は PC から書いてるんですよね。なんかその PC で書いている、まあ、ボリュームとかですね、分かりやすく書いてる、書こうとしていることと、スマートフォンで見たときでだいぶやっぱりギャップがあって、例えばページ数がね、いっぱいあるとかですね、こういうこともそうだし、PC であればもうちょっと全体像が見えて、その早くですね、下の方にスクロールしていくこともできるわけなんだけど、スマホの場合はどうしてもですね、縦長の量が PC よりも長くなってしまいますから、余計にそういうふうなことを感じるようになってるんじゃないかなとも思うんですよね。で、その SNS、スマートフォン時代になったので、SNS の投稿が埋め込まれてるってこともあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こんな流れっていうのが最近あってですね、非常に面白いなと思いました。なんて言うんですかね、例えば、ニュースもそうなんだけど、ニュースの記事がですね、たくさん転載されてるので、何か探してるとですね、同じニュースがたくさんいろんなね、ニュースサイトのものがヒットするみたいなこともあるし、あとなんですかね、とにかくキュレーションメディアですね、ウェルク問題があってから、その大手のキュレーションメディアっていうのはことごとくなくなってきてはいるんだけど、なんかそうではないですね、なんかよくわからないものがたくさん出てきていて、でそれもなんかみんなね、こう、お互い真似っこみたいな、まあコモディティ化、ですね。同じようなものがね、たくさん出てきてですね。まあそういうのもあるのかもしれなくて、Google も順位をつけることが非常に難しくなってきてるんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、まあこんなことがですね、出てました。で、まあ、今回ですね、まあ、過去にもですね、僕、どういうコンテンツを上位表示したらいいかっていうことについて、10個ぐらい項目挙げて説明したことがあると思うんですけど、まあ、そのようなことではなく、まあ、こういう傾向になってるってとこが、今のね、特
徴なのかなっていう気がしていますね。で、だからといって、文字だけのページが分かりやすいとかっていうこともないし、リンクがなしでですね、自社の中で全部完結しているようなものっていうのが、果たして客観的な内容に見えるのかっていうとそうでもないし、信憑性が高い情報だけを別に載せなくたって、その一つの表現方法として、一つの意見として、そういうものを書くことも悪くはないですよね。なので、コンテンツが悪いことはないと思うんですよ。結局は Google のアルゴリズムが今こういうふうにやったら上位表するってことを分かってるから、多分それに合わせた記事になってるし、合わせようと思ってなくても Google がそうしてるからそういうふうな内容になってると思うんで、Google がですね、その上位に来るサイトのアルゴリズムを考えなきゃいけないんですね。もうちょっとね。で、ここがですね、難しいんだと思います。で、その情報があまりにも多くなりすぎてしまって、でそれらの情報に対してキーワードごととかでそのアルゴリズムをつけていくっていうことができればいいんだけど、どうしてももうちょっと大枠でね、今では、コンテンツレベルで僕は考えてると思っていますけど、仕組みは作られていますけど、どうしてもですね、そうなるとですね、このようなことが起きてくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、例えばですね、こんな声も下に書いています。例えばですね、特に料理やコスメといったメジャーな種類の情報について、同説の内容を実感している人が多いとかですね、今の方が欲しい情報に溢れているなど勘違い方に違いもあるようですが、以前の方が情報濃かったかって言っている人もかなり多いということも書かれていますね。こんなことがですね、ツイッターに書かれて、これちょうど1年前の去年の9月の30日ぐらいの記事なんですけど、なぜかね、僕も今年に入って、この、つい、1週間、2週間ぐらい前かな、見つけてですね、シェアしたものなんですけど、こんなものがね、話題になっています。で、面白いことを1個書いてて、最近は情報の発信者が SNS に投稿することが多くて、通常の検索サイトでは引っかからなくなったため、主に Twitter などで検索することが増えたといった声も見られたということなんですね。だから、みんなの中のとこで、その Twitter を探せば出てくるんじゃないかとか、インスタを探せば出てくるんじゃないかってことを考え始めたので、そうすると Twitter とか Instagram にある情報を検索して見に行ってるわけだから、じゃあ見に行かなくてもいいように、ウェブサイト側はそういうものを合わせなきゃいけないよねっていうふうになって、今のようなですね、埋め込んだ投稿が増えてくるってことも言えると思うんですよね。だから、これ、なんていうのかな、その、どっちが先かっていう話ではないんですけど、確かにそういう傾向にあるかもしれないですね。なので、その Google としても、普通の SNS の投稿とかを、もうちょっとね、拾うような形にしていけばいいんだろうけど、SNS の投稿って、1投稿レベルではコンテンツがあまりにもないんですよね。だから、そのコンテンツのまとめみたいなものを見たいときには、Twitter ではなくて、例えばハッシュタグ検索する、ハッシュタグの検索結果のみんなのつぶやきをまとめながら見るっていうのは、まさに今、ウェブサイトでやってることを、その SNS 側でやってるわけなんですね。こんな感じのことがね、今起きてるんじゃないかなと思うんですよね。これからですね、SNS はなくならないと思いますし、そして、LINE とかですね、インスタもそうですけど、アプリが出てきたことによって、ますますですね、検索にもヒットしないし、LINE に関しては埋め込むこともできないですから、そうすると、そこの中で書かれている情報に関して、Google で検索しても出ないということになってきますよね。この辺はね、これから多分大きい問題になってくるんじゃないかなと思いますので、コンテンツのあり方、どういう見せ方したら、みんながね、喜んでもらえるかってことを考えなきゃいけないんですけど、そうなればなるほどですね、その今の SNS の流れは止めれなくて、Google はかなり厳しいところに来てるんじゃないかなとも思いますよね。ちょっとこの問題、またね、調べていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもですね、考えてみたらいいかなと思います。インスパイアのことでした。ありがとうございました。
バイバイ。